ベータカロテンを含んだ野菜ジュースの中にガーゼを入れて色素沈着させてあります。こちらはポピドン溶度を含んだうがい薬にガーゼを入れて色素沈着させています。今日はベータカロテンやポピドン溶度によって色素沈着したガーゼをどこまで白くホワイトニングすることができるのかやってみたいと思います。溶液自体もなんかすごく白っぽくなってて、それではポピドン溶度で茶色くなってしまったガーゼをそれぞれ入れていきます。こんにちは、こんばんは、吉岡秀樹です。歯のホワイトニングの仕組み、原理っていうのはご存知でしょうか？歯に染みついたベータカロテンなどの色素を過酸化水素などの酸素系漂白剤を使って分解して無色化することで歯の黄ばみを飛ばします。ベータカロテンっていうのは人参などに多く含まれている色素で、これが酸化されて分解されると無色のビタミン A 二分子になるんですね。これが代表的なホワイトニングの原理です。この原理を目に見えるような形にしたくて実験してみました。どういう実験かっていうのを先に説明しておくと、こういった白いガーゼを色の濃いものに漬け込んで、染めてから染まったガーゼを漂白剤の中に入れて元の白いガーゼに戻せるかっていう実験です。漂白剤に漬けるんだからもちろん白くなるでしょって思うかもしれませんけど、本当かどうかそれを確認していきます。ちょっと結果を想像してみてほしいんですけど、瞬時に白くなるのか、時間をかけてちょっとずつ白くなるのか、どう思いますか？で、実験の内容をもうちょっと詳しくお話をしていくと、今回はベータカロテンを含んだ野菜ジュースと、買ったはいいけど使い道に困っているポピドン溶度のうがい薬に漬け込んで、ガーゼをオレンジ色と茶色に染めてみました。このオレンジ色と茶色に染まったガーゼを過酸化水素が含まれた酸素系漂白剤、市販されているワイドハイターにつけていきます。ついでに次亜塩素酸水溶液とも反応させてみようと思います。アルカリ性の次亜塩素酸ナトリウムっていうのは塩素系漂白剤として有名なんですよね。なんですけど、次亜塩素酸水、次亜塩素酸水溶液っていうのは塩素系漂白剤とは別物ですよっていう説明がされてるんですよね。そういう表現であれば、次亜塩素酸水、次亜塩素酸水溶液には漂白作用がないって思いませんか？思いますよね。なので比較対象として次亜塩素酸水溶液を使ってみることにしました。ということで早速実験をご覧ください。実験、ベータカロテンを含んだ野菜ジュースの中にガーゼを入れて色素沈着させてあります。こちらはポピドン溶度を含んだうがい薬にガーゼを入れて色素沈着させています。今日はベータカロテンやポピドン溶度によって色素沈着したガーゼをどこまで白くホワイトニングすることができるのかやってみたいと思います。まずはベータカロテンからやっていきましょう。このクリアカップの中には対象としての水道水が入っています。この中には酸素系の医療用漂白剤ワイドハイターを入れていきます。先日ジクロロイソシアネル酸ナトリウムから作った 1000ppm の次亜塩素酸水溶液を入れていきます。くっさ。それではガーゼを1枚ずつ入れていきます。白いかも。水道水とワイドハイター比べると、確かにワイドハイターの方が少し白っぽくはなってるんですけど、まだちょっと色がついてる感じはあるんですよね。次亜塩素酸水溶液結構漂白されてますよね。溶液自体もなんかすごく白っぽくなってて、やっぱ酸化作用があるんで漂白作用もあるみたいですよね。では次、ポピドン溶度の方やっていこうと思います。水道水です。こちらにワイドハイターの希釈液を入れていきます。そして最後、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムから作った次亜塩素酸水溶液 1000ppm を入れていきます。それではポピドン溶度で茶色くなってしまったガーゼをそれぞれ入れていきます。
おっと、これすごくないですか。瞬時に白くなりました。やば。ちょっとまだ黄ばみというか茶色みがありますね。こちらもだいぶ白くはなったんですけど、まだ少し黄ばみが残ってますね。これ全然違うの分かりますか。すごいな。ちょっとこっち入れてみよう。ほう、全部白くなった。はい、解説します。正直期待してたのとは全く違う結果になりました。過酸化水素を含むワイドハイター溶液につけたガーゼ、思ったほど白くなってくれませんでしたよね。もしかしたらもっと時間をかけてつけ置きすれば色が変わったかもしれません。つまりもっと反応させる時間が必要だったのかもしれません。ところが一方の次亜塩酸水溶液の方はっていうと、かなり短時間でガーゼがあっという間に白くなってたりしましたよね。次亜塩酸濃度は 1000ppm で、次亜塩酸業界では高めになるんですけど、比較した過酸化水素の濃度からすると低めのはずなんですけど、だいぶ白くなってましたよね。まあ、この結果からすると、こういう服にシミがついてしまった時にワイドハイターとかオキシクリーンのような酸素系漂白剤でシミ抜きってすると思うんですけど、それでもしシミ抜きがうまくいかなかった時は、試しに次亜塩酸水溶液を使ってみるっていうのもありかもしれませんね。もし心配な方は服の目立たないところで次亜塩酸水溶液をちょっと垂らしてみて、変な感じで色が抜けたりしないかどうか確認しておいた方がいいかと思います。以前次亜塩酸水溶液のメーカーの方との対談の中で、茶渋のついた湯飲みを次亜塩酸水溶液につけ置きしておくと茶渋が取れたりするよっていう話があったと思うんですけど、まあこんな感じで色素分解されているんでしょうね。今回歯のホワイトニングで使われる過酸化水素の色素分解能力っていうのを実験で確認したかったんですけど、そこはほとんど確認できなくて、ついでにって言って使った次亜塩酸水溶液の色素分解能力っていうのが確認できちゃった感じなんですよね。そう思ったら過酸化水素の代わりに次亜塩酸を使ったホワイトニング剤ってできないんですかね。歯のホワイトニングで使う過酸化水素って濃度が少なくとも 10% 以上で、やり方によっては 20% とか 30% とか 40% 近くまで使うことがあるんですけど、そこまで高い濃度になると結構危ないんですよね。取り扱い注意なんです。そう思うと、もし低濃度の次亜塩酸を使って歯のホワイトニングができるんであれば、安全なホワイトニング剤として画期的な製品になるんじゃないかなって思うんですけど、そもそも歯のホワイトニングに使えるのかどうかっていうのをまず確認しないといけないかなと思います。まあその前に次亜塩酸水を次亜塩酸ジェルにできるかどうか、ジェル状にしないと歯の表面に乗せたまま作用させるっていうのができませんからね。次亜塩酸水溶液にキサンタンガムを増粘剤として混ぜたら次亜塩酸ジェルってできるんですかね。キサンタンガムに次亜塩酸が反応してしまって次亜塩酸の効果がなくなってしまうんであれば意味がないんですけど、もし反応せずに次亜塩酸の効果が残るんであれば、なんかちょっと面白いことできそうですよね。キサンタンガムの粉末を買ってみて次亜塩酸ジェルがまずできるかどうかやってみようかなと思います。ということで、今日は過酸化水素を使ったホワイトニングの実験をやってみたら、思いがけず次亜塩素酸の漂白作用っていうのが確認できちゃったっていうお話になりました。次亜塩素酸ジェル、できるかわかんないですけど、試しに作ってみようかなと思います。それではまた次の動画で会いましょう。